で最近親とかもなんか電話かかってきたりして、うんうんうん、あ言われるのそんなこと、そう言われるよ、結構兄貴がやっぱ子供生まれて、 あんたはもうどうすんのみたいな、もうなんもんな金もないしもう、まあ、なもう売れてないねんからみたいな、はいはいみたいな感じで言ってる、どんどん確かにもう33やから、まあな、俺この前ほんまその家族の話と思い出したけど、うんうん、もうこの時期めっちゃ多いやん家族連れが、まあ、夏休みやからね、電車とか乗ってたらさ、まあほんまお父さんが多分座ってて、うん、で子供おってん、うん、で俺その横座って、うん、なんか一個空いてたから、うんうんうん、ほんで女の人おってんけど、うん、これここは夫婦やったんよ、うん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 、で子供がたまたまなんかわーってうろうろしてるとこを俺がパッて座ってもうて、うん、で子供お母さんの膝パッて座って、うん、挟まれてんよ、うん、まあ、家族になってもうたんや、お前が挟まれに行ったんやな、うん、まあ、家族になろう、うん、なって、うん、バーって言ってたら、うん、なんか奥さんが、うん、あのパパ何とか何とかだよねとか言って、うん、なあ、うんうん、そうそうそう、うん、とか言ってたら、ていうかさなんで私が喋ったらそんな鬱陶しそうな顔すんのって俺横におんねんて、あ、喧嘩に巻き込まれたんや、ほんでパッて旦那さん見たもん、うん、ああ、うん、あごめんごめんみたいな感じだった、うん、今度もその抱っこしてるさ、うん、もう3歳4歳ぐらいの息子に、うんうん、たっくんさお母さん帰っていいねえとか、で子供は純粋やから、うん、ダメーとか言って、うん、お母さんさもう疲れた、うん、やさぐれてんなパッて見たらもう旦那さん多分全然興味ないチラシみたいな見てるみたいなそんなとこ座ったらあかんやん、ほんま俺なんかもう結婚って何なんと思ってそういう見てたらさむずいよな、